はい、皆さんこんにちは、出雲大里です。今日はですね、スパイファミリーのですね、アーニャを紹介したいと思います。先日ですね、あの量販店に行ったらですね、またまたま店頭にあったものですから、あの買ってきたんですけども、こちらのですね、レポートをしたいかと思います。なかなかですね、こう塗装 あの塗りがよくできててですね、まあ、こんな形なんですけども、まあ、これより先行に出たのかな、セブンから出てたですね、あのキーホルダーのやつがあったと思うんですけどね、なんかその辺でちょっと面白いなと思ったんですけど、まあ、自分はそれ買い逃したもんですから、あの、ね、しっかりこうフィギュアって形でこうなってる方を買ってみたんですけどね、こうやって見てですね、なかなかこう塗装のね、アラもなく、あの状態はかなりよく来てると思うんですね。こう背中にね、まあさすがにこういう支えがあるんですけどね、こう頭でっかちのねフィギュアでこう来てるもんだから、自立はさすがにしないですね。自分の力では立たないです。こんな形ですね。どうですかね、この塗りに関して。このアップにですね、こう十分耐えうるぐらいのねクオリティで来てると思うんですね。なかなかよくできてますよね。でですね、一応この手の感じとは固定じゃなくてですね、こんな風に動いたりとかするんですよ。まあ足もね、若干ぐらいは動くんですけどね、こんな風にちょっと分かりづらいかな、こう向きを少し変えるとかね、まあこのぐらいの動きはするし、首も動いたりしますけどね、うん、なかなかこうね、塗装の塗りとかね、よくできてるんじゃないかなと思います。でこれね、自分はね、2600円ぐらいで買ったのかな。これ結構この量販店でもね、金額のばらつきっていうのがあって、なんか2、300円の違いがねあるようなところもあったかと思うんですけど、でですね、こちらの箱がですね、どうなってるのかっていう、こんな感じなんですね。まあ、スゲ会のですね、今見ていたフィギュア、見ていただいたフィギュアっていうのはこういう感じの、こっちの方の、手がついてたと思うんですけども、ね、もう一個あの手がね、スゲ会えたりすることはできるんですね。まあ、こんな形ですね。まあ、見ていただいて分かると思うんですけど、塗装にアラとかなかったですね。とてもよくできてるフィギュアだと思います。まあ、値段はね、まあ、2600円もしたらね、結構いいなっていうふうに、フィギュアの中ではいい方かなっていうところもあるかと思うんですけども、それなりのね、良い出来と思うんですね。もう一度こう見ていただいて、うん、どうですかね。これアニメでやってるし、漫画もヒットしてるしって感じなんですけど、まあ、残念ながらアニメとか見てなくてですね、こう漫画が好きな方からね、意見を頂戴していて、なかなか面白い漫画なんだよっていうふうには言われてるんですけどね。じゃあこう見てなくてもどうして買ったかというとですね、これ造形がなかなか面白いなっていうところで、こうパッと見のこう見た目ですね、なんかちょっと面白いもんだから買っちゃいましたけどね。こんな形です。いかがなものでしょう。皆さんのお家にもアーニャをというふうに、ね、私がプッシュしていいのかどうかわからないですけどね。本日はですね、うちのチャンネルを見てくださってどうもありがとうございましたって、もしよければですね、これを機会にフォローをしていただけるか、いいねをしていただけると大変助かります。本日はどうもありがとうございました。